place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down どうも、またもやアイランドスタイルのビネットをやっていきたいと思います。この箱、兵庫県で有名なイボの糸の箱をですね、そうめんの箱になります。ちょっと隙間空いとったんで、ハンマーで叩いて、合わせました。水で洗った後ですね、120番ですね、これ結構粗めのペーパーなんですけど、これで表面を削っていきます。粗めで削ってですね、オイルステインの、浸透をですね、ちょっと深めたいと思います。箱が汚れへんようにですね、万力の上に置いてオイルステインを塗っていきたいと思います。刷毛はですね、刷毛先がですねポロポロ取れるようなやつはですね、オイルステインと一緒に残ってくっついてしまうんで、取れないような刷毛を使った方がいいと思います。1回目はですね、もうべったり塗っていただいてですね、隙間に、完全に埋まるような感じで塗ったらいいと思います。2回目はですね、1回目よりもあっさり具合でいいと思います。と言いつつ結構塗ってる感じですけど、正味なんか濡れてるんかどうかわからないですね。下が同じ色なんで、いずれにせよペーパーで削るんで、厚めに塗った方がええような感じです。600番の耐水ペーパーでこすっていきます。あんまりこすぎすぎると、ちょっと塗料が、剥げてしまいます。剥げた塗料が浮いてるんで、ティッシュで拭いていきます。ちょっとだけツルツルなりましたね。色は前より落ちました。3回目ですが、薄く塗ろうかなと思ったら塗料をこぼしてしまって濃いめになってしまいました。ちょっと失敗ですね。めげずにこぼしすぎた塗料をサイドに塗っていきます。ほんでもってまた、1000番の耐水ペーパーでこすっていきます。結構ツルツルになりましたけど、400、600、800、1000とちゃんと順番通りやったらもっときれくなるんじゃないかなと思われます。光沢感は全然ないですけど、ツルツル感は、増しましたね、最初よりかは。それではこのアイランドの製作入ります。スチレンボードでですね、台座を作っていきたいと思います。何でもええと思うんですけど、赤のチェックペンでですね、印をつけてもうてですね、だいたい自分の理想とする形をですね、ボードに書いていきます。失敗してもですね、上からまた書いてですね、修正したらいいと思います。駆逐艦を配置して、どんなもんか、当たりをつけていきます。形が決まったらですね、カッターナイフで削り取っていきます。まあ、ちょっとガタガタになっても後でペーパーで削るんで問題ないですね。2、3回、上からなぞれば、簡単に、外れてくれると思います。サイドの部分がカッターで削ってガタガタなんで、400番ぐらいのペーパーで、削っていきます。これ緑っぽい色の粘土ですね。これ珍しいですね。これを、上にのしていきます。緑やったらですね、海の塗装するときにですね、基本緑と、ブルーなんで、
二度塗りせんでええかな思って緑にしてみました。表面ペーパーで削った方が、粘土、糊が良かったかもしれませんね。駆逐艦を配置していきます。魚雷発射シーンなんで、魚雷を発射する方に傾斜させた状態で、粘土を追加して、密着させていきます。これ粘土を、つけている間にですね、パラペーンが取れたりですね、空中線が、取れたりしたんで、手法のですね頭ぐらいを押してですね、粘土をくっつけていった方が、破損しないで、済むと思います。スパチュラで、波を描いていきます。あとですね、粘土の合わせた隙間ですね、そこも、スパチュラで、滑らかにしていきます。干渉部分はですね、波が大きいと思うんで、だいぶ、えぐってもええと思います。魚雷の方向気に入らんかったんで、カッターで丸ごと切ってですね、粘土を追加してちょっと向きを変えたいと思います。これだけやったら、ちょっと強度不足なんで、動画には映してませんけど中に、真鍮線を、はめ込みました。ある程度乾燥したらひび割れが出てきますんで、水をつけた指でですね、ひび割れの部分ですね、鳴らしていってます。シーブルーを塗っていきます。全体に塗るとですね、暗くなっちゃうんで、エッジ部分とあとランダムにちょこちょこっと拭いていきます。魚雷のライン拭いたらよかったなと思いますけど、ちょっと時すでに遅しいですね。次にクリアブルーでですね、青みを出していきます。シーブルーにかぶっても大丈夫ですね。グラデーションっぽくします。波で泡立ってるとこって結構緑っぽいんで、船体の周りとですね、波が立ちそうなところだけ、ブルーグリーンを拭いていきます。木工ボンドで、船体を接着していきます。アイランドとですね、船体と両方くっつけてですね、取れんようにします。部分的にですね、海面とですね、船体のですね間に隙間ができて持ってるんですけど、これは後で、メディウムで、埋めていきたいと思います。まずですね、グロスポリマーメディウムでですね、海面の艶出しをしていきたいと思います。いわゆるニスですね。この後、ジェルメディウムを乗せた時に、ダブル効果があるのではないかということでやってます。ジェルメディウムで粉みを作っていきたいと思います。これは全体に塗布してですね、タミヤの調色スティックのこう裏ですね、それでポンポンポンと叩いてですね、波の、散らばりというか、そういったところを表現していきます。乾燥したらですね、無色透明になるんですけど、見た目キラキラ感が、出ると思います。この隙間をなんとかせなあかんということで、強力なですねスーパーヘビージェルメディウムをですね、持っていきたいと思います。普通のメディウムと違ってへたれにくいですね。大量に詰めていきます。へたれにくいので、大きな波が予想されるところにですね、スーパージェルメディウムを、持っていってます。スーパーヘビージェルメディウムでした。ちょっとややこしいですね。乾燥したらですね、ドライブラシの要領で、波を塗っていきます。あまりつけすぎると、隙間が埋まってしまうんで、もうカサカサの状態でやってます。船体の近くは
波が濃いんで、重ね塗りしました。車線を変えていきます。あんまり濃すぎると変なんで薄めで塗っていきます。全体にやりすぎると、全部真っ白になってまうんで、部分部分、ドライブラシしていきます。なんかアルミホイルで、海面作った時よりかは、粘土の方が立体感出るとは思いますね。スチレンボードの、サイドにですね、ブラックを塗ってですね、境界線をはっきりさせていきます。表面メディウムガタガタなんで、はみ出ちゃうとですね、なかなか拭き取れないと思います。木工用ボンドで、固定していきます。粘土のですね、収縮でですね、スチレンボード自体が、湾曲してますんで、マスキングテープでですね、端っこをですね押さえつけて、固定していきます。なんか夏休みの工作みたいになってしまいましたね。次回はですね、レジンにですね再挑戦してみたいと思います。以前素組みで作った雪風をですねちょっと何とかしたいなと思ってます。黒岸はですね、鋭意制作中となります。それでは皆さん見てくれてありがとうございました。